こんにちは、ジャグラーのマロです。今回は本番で緊張感を高めてしまう NG 行動トップ3、そういうテーマで話をしていきます。で、始める前に簡単に自己紹介すると、僕は人前に立つようになって今年で31年目、プロジャグラーとして仕事をするのも21年目になります。で、本当に長い間ね、ステージに立ってきたんですけれども、ステージに立つ、そしてジャグラーとして仕事をするっていうのは、緊張をどうやってコントロールするかということでもあります。例えばブランドのファッションショーとか、ランウェイの上でモデルをしながらショーをするとか、テレビの生放送とか、一発勝負のサーカスフェスティバル、自分の人生がこのあと変わるかもしれないっていうステージだったりとか、そういう場所ではね、かなりプレッシャーがかかってくることがあります。自分なりにね、どうやって緊張をコントロールするかっていうことを学んできて、これはね、絶対やっちゃいけない、そして他の人を見ると、あ、こういうことやってる人がいるなっていうのを3つ選んでお話をします。例えば受験だったりとか、スポーツの試合だったりとかね、何かとにかく1回だけその場所、本番っていう日が来たっていうことを想定してもらうと、みんな何かね、共通して考えられる部分があるかなと思います。じゃあ早速いってみましょう。第3位ですね、緊張感を他の人と共有するということですね。これはですね、本番が近づいてくると、必ず周りにどうしよう、緊張してきたっていう人が現れるんですね。あ、明日がもう本番だなとか、あ、もうすぐ1時間で始まるなとか、あ、お客さん入ってきた、わ、大丈夫かな、どうしよう、緊張してきた、うまくいくかな、みたいな人が現れたりするんです。で、その人に絶対に付き合ってはいけません。ここですね、うん、で、場合によってね、そういう人仲間だったりもするので、付き合わざるを得ないような雰囲気もあるんですけれども、その人に付き合うと間違いなくあなたも緊張します。分かりやすく言うと、もし自分の周りにすごい幸せでハッピーで楽しそうにしてる人たちがニコニコしてたら、まあ、自分もなんとなく楽しい気持ちになりますよね。そして逆に自分の周りに誰かの悪口言って言い争って愚痴を言ってなんか喧嘩してる人たちが溢れていたら、そこにいたら自分も嫌な気持ちになりますよね。緊張も同じです。周りに緊張してどうしようっていう人がこう集まってきて、あ、でも頑張ろうね、うんってみんなで緊張してたら、間違いなく自分も緊張してる仲間に入ってしまいます。なので、そういう人がうわ緊張してきたねって、その共有を求めてきた場合に絶対に付き合わない。場合によっては単純に距離を置くとかでもいいし、緊張してきたねって言われても、いや、でも大丈夫だよ、しっかりやろうねっていうふうにもうスパッと終わらせます。絶対に同じ波長で、緊張してきたね、うん、そうだね、うんっていう風にやらないように、これは本当に大事です。そして第2位ですね、それは他の出演者を気にするということですね。まあ、これは他の競争相手とかそういうことでもいいんですけれども、僕のね、個人的なことで言うと、場合によってはですね、ステージパフォーマーは一人一人出ていくっていうケース結構あるんですけれども、そのメインでね、ソロをやっている人がいる。で、その間に自分の出番の前なのに、他の人、あの人何やってんのかなって言って、こう舞台の袖からこう覗いてる人とかいるんですよね。こう見に行ったりとか、あ、どうなってるのかな、あのステージを映しているモニターを見ていたりとか、それがですね、毎日もショーを毎日毎日やってて、別に一発勝負の本番とかじゃなくて、仕事としての本番ならいいんですけれども、特別な日、特別な本番とかの場合は、それは完全に NG ですね。例えば前の日とかね、どれぐらい得点出すのかなとか、そういうようなのをこう不安で見ずにはいられない。見ている間に自分の頭も体も冷えてしまうんですね。もう自分のパフォーマンス、ピークのパフォーマンスを出すための準備では完全になくなっちゃうんです。その時間、怖さとか不安感からどうしても他の人を気にしてしまうっていうのではなくて、あえてそこは我慢して自分のことに集中しておくべきですね。その集中力をキープしておくべきです。で、逆にこの集中力キープって言っても、よしやるぞってずっとやってると切れてしまうので、キープの仕方としてはね、自分の何分後に出番があるなっていうのに合わせて、こう力みすぎないで、ただ冷えないようにちゃんと準備をして、そこに合わせていく、そこだけに集中する。で、他の人を気にしてしまうっていうのは、そこはちょっと置いといて、自分のが終わってから初めて、じゃあ他の人を見る。僕もね、本当に自分のやるところをやって、それから他の人を見るっていうのは、いつもね、あの客席の後ろに行ったりとか、そういうことはよくやってたんですけれども、自分のことに集中ですね。自分のベストパフォーマンスを出すことだけに全神経を集中することです。そして NG 行動第1位は、いつもやらない行動をするということですね。本番っていうのは、そもそもいつもやらないことだらけなんですね。いつもと違う会場に行くとか、いつもと違う時間に起きる、いつもと違う人たちが周りにいるとかね、いつも通りに準備体操をする場所がないと、環境も全部違う、観客がいるとか、もう違うことだらけなわけです。その中で緊張を少しでもね、抑えるためには、せめて
自分がねこう準備体操をするとか、自分が本番で着る衣装もねすでに練習で何度も着ているとか、自分がコントロールできるところはもうすでにいつもやっている通りにしたいんですね。だけどそこをあよし今日は本番だ絶対いい結果を出したいって言っていつもより長くストレッチをするとか、いつもより長くウォーミングアップをする、いつも3回ぐらいしか通さないところをよし今日は本番前に10回通しておこうとか、そういうのはですね本当に緊張感をさらにどんどんこう高めていってしまうっていうところでもありますし、そこはねもう本番前にジタバタしても仕方がないんですよね。どちらかというといつも通りのリズムのまんまそのまま本番に入っていくのが一番こうメンタルに負担をかけない状態ですね。で逆にこう不安感から過剰にねいつもと違う行動をしたりしていくと、本番の時にもうすでに集中力限りがあるので、もう集中力ピークは過ぎたり疲れ果ててしまったりして、本番でベストパフォーマンスを出すことができなくなったりします。自分の持ち物、起きる時間、食べるもの、食べる時間、まあ、睡眠、前の日に寝る時間、そういったことも含めてですね、本番に合わせる、特別になんか違うことしてしまうと、そこからねさらに緊張がどん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 細かい要素が積み重なっていくので、本番でだけ何か違うことをなるべくやらないようにということですね。では今回の話をまとめていくと、本番で自分の緊張を高めてしまう NG 行動第3位は緊張感を他の人と共有しないということですね。まあ、戦う仲間みたいなところはあるかもしれないんですけれども、それをねシェアしてしまうと間違いなく自分も緊張する仲間のそのうちの一人みたいになってしまうので、そことは距離を取って自分の集中ですね。第2位は他の人のパフォーマンスを気にしてしまう。これも同じですね。とにかくね不安感から他の人何やってんのかな、どうしても見たくなっちゃうんですけれども、そこはそことしてとにかく自分のピークを合わせる、そこ以外に神経を使わないこと。そして1位はですね、本番でだけ何か特別なことをやってしまわない、なるべく同じルーティーンキープしていくから精神状態も同じような形をそこに入っていけるっていうことですね。本番いろんなことが起こりうるので、なるべくねそこでさらに自分を緊張させてしまうっていうね、今回の3つのことを意識的に避けるだけでもかなり気持ちは楽になってくると思います。もちろんね本番の前にどれだけいい準備をするかっていうのもあるんですけれども、それはまた別の機会にお話をさせてください。ではこれで今回の話は以上です。今回の話少しでも良かったなと感じていただけたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。そしてね、こういったねパフォーマーとしての考え方もいろいろお話しして、再生リストまとめてありますので、よければねそちらも興味あったらぜひ見てみてください。そしてこの動画少しでも良かったなと感じていただけたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。チャンネル登録してない方もぜひ登録して、一緒にこれからも練習していってください。では今回も動画ご覧いただいてありがとうございました。